7月号、中学生楷書、新年末のうちに行きます。新しいページに行きますね。まず、短い縦ですね。真ん中にお尻を持ってきて、毛先とお尻一緒にして横に抜いておきます。今からの線でその抜いたのを隠していきますね。軽く止め、穂先を左に持ってきて、こっちは真ん中あたりに向かって抜いていきますね。太いから細いの位置ですね。こっちは細いから太いぐらいの位置を持ってきますね。最初の一画目の下に縦棒を持ってきます。軽く止めですね。ここから左の払いを45度ぐらいで払ってきますね。じゃあ点は少し下、じゃあ辺よりも少し下ぐらいね、45度ぐらいで払っていきますね。じゃあまっすぐに持ってきてから下で開く感じです。少し上を開けて、穂先が上で細いから太いの位置、この線の下に縦を持ってきますね。真ん中にお尻を持ってきたら同じ太さで辺よりも長くして、寝かせてかトントンで持ってきます。年に行きますね。まず、左の払いを45度ぐらいで書きますね。じゃあ反っての、穂先が上の位置ですね。ちょっと右に倒して押し出す感じですね。次は、上の角度に合わせてまっすぐですね。穂先が上のまっすぐ、これもお尻をきれいにしてちょっと押し出しとく感じですね。じゃあこの線の左寄りから太いから細いぐらいで持ってきますね。間隔は上よりも下を広くして、で位置を持ってきます。向き変えて力を抜いて真ん中でもう一回抜いて、細いから太いの位置ですね。じゃあ最後に縦、同じ太さで持ってきますね。最後にお尻をきれいにしておきます。じゃあ松に行きますね。まず少し右上がりの、位置を書きますね。穂先は上です。右寄りから縦、位置寄せて真ん中にお尻を持ってきたら浮かせて細く、また太くぐらいできますね。倒して、止めをしっかり作ります。ここの中に筆を入れて45度で払っていきますね。点は少し下ね。一画目よりも少し上から左の払いを45度ぐらいね、まあ、同じ位置ぐらいから右が三角の点ですね。じゃあ少しここかぶる感じのところから左の払い、お尻から太いから細い、持ち上げて押さえて手前のお尻にちょっと力を入れて角張るようにして少し右上がりに持っていきます。これは右が三角のやり方の点ですね。のに行きますね。軽く右に倒して入れた筆を左に倒してカーブしてぐいっと太くして縦に止まります。半分下げて裏側で押さえた時に軸は手前にしておいて、太いから細いで少し上がったらここでねじって筆を置いて、そうするとここで細くなります。手をそのまま、肘もそのままにしておいて、この線の下3分の1あたり、このあたりで太くしたら肘も手もそのまんまでこの線の下に持っていきます。じゃあ内に行きますね。まず細いから太いです。ほんの少し外に広がるようなイメージで書いてるかな。じゃあ両横にして太いから細いですね。持ち上げて向きを変えたら細いから太いで同じようにこう広がってくる感じですね。そしたら右を長くしたいので右に倒して太くなるように一番左の穂先を斜め左下にこうずらす感じですね。お尻を先に動かしてすくっていきます。じゃあ中を描きますね。しっかり打ち込んで真ん中にお尻を持ってきたら太いから細いで払っていきます。じゃあ少し上の位置から細いから太いで、まあ、ここが一緒の位置になるぐらいですね。